はい、こんにちは。心理カウンセラーラッキーです。今回のテーマは、本番の緊張を抑える魔法のフレーズっていうことで、生きていればね、誰でも強い緊張を感じることがあると思います。例えば、人前で話すとき、面接、それから結婚式のスピーチとか、突然の自己紹介とかね、それから試験の本番、発表会、スポーツの大会とか、あとは愛の告白。これはものすごく緊張しますよね。あんまりひどいと気分が悪くなっちゃったりとかね。 なんでこんなに緊張するんだろう緊張なんかしなけれゃいいのにってね、思ってしまうこともありますけど、実は緊張は悪いものではないんです。うん。というのは、緊張はすればするほどパフォーマンスが上がっていくっていうことがね、研究で分かってます。うん。車の運転で言うと、時速10キロで走るよりも、60キロの方がスムーズに走れるみたいなことですね。ところがこのグラフのように、緊張の度合いがある一定のラインを過ぎると、一気にパフォーマンスが下がってしまうんですね。 頭が真っ白になったり、声が震えたり、それからお腹が痛くなっちゃったりとかね。つまり、激しい緊張は少しだけ和らげてあげればいいんです。ゼロにしなくてもいいんですね。例えば激しい緊張が100としたら、80か70まで引き下げてあげれば、最高のパフォーマンスを発揮できるっていうわけです。というわけで今回は、緊張を和らげる言葉。唱えるだけでひどい緊張を抑えることができますよっていう魔法のフレーズをご紹介させていただきます。 実はこれあの、ちゃんと研究されていて、どの言葉が一番いいのか分かってるんですね。それから、緊張している時に言ってはいけない言葉、 っていうのもあるので、こちらもご紹介します。あとね、言葉だけでは物足りないっていう方にね、おまけで、速攻性のある緊張を抑える方法を3つご紹介させていただきます。これは3つとも簡単で、全部合わせてもね、1分あれば十分にできます。うん。これだけ知っていれば、緊張を自分の味方にすることができると思いますよ。というわけでまずは、緊張している時に言ってはいけない言葉からですが、それは何かっていうと、落ち着けとリラックス。 落ち着け落ち着けとかね、リラックスリラックスとかね、そういう言葉を発したり考えたりすると余計に緊張してしまって何も言わなかった時よりもね、パフォーマンスが10%以上をダウンしてしまうっていうことが分かっています。 うん、この現象を努力逆転の法則って言うんですけど、あの、きっと皆さんも経験があると思いますが、なかなか眠れない時に寝よう寝ようとすると、余計に寝れなかったりしますよね。あれと同じです、うん。自分の体の状態と反対のことを願うと逆効果になってしまうっていうのがね、この努力逆転の法則です。だから、緊張している時に落ち着けとかリラックスって言っちゃいけないんですね。ではね、反対に、 緊張を和らげる言葉。魔法のフレーズは何かっていうと、ワクワクする。興奮してきた。この言葉を発すると、緊張がほぐれて、何も言わなかった時よりも、パフォーマンスが10%以上アップするっていうことがね、わかっています。なんでそんなことが起こるのかっていうと、実は緊張とワクワクは同じ生理現象なんですね。ドキドキしたり、手に汗をかいたり。英語でもね、緊張はテンション。 緊張もワクワクもどちらもテンションが上がってきたということなんですね。では緊張とワクワクは何が違うのかっていうと違うのは考え方です。考え方。不安だなぁとか嫌だなぁとかね。やりたくないなぁとかね。逃げの姿勢になってるのが緊張。で、逃げの姿勢になってると闘争用のホルモン、コルチゾールが分泌されます。で、このコルチゾールが激しい緊張の原因。犯人なんです。筋肉硬直、顔面蒼白。 それから頭が真っ白になったり、気分が悪くなったりするのもコルチゾールの仕業なんですね。それとは反対に、ワクワクするとか興奮してきたとかね、チャレンジングな言葉を発していると、コルチゾールではなくて喜びややる気のホルモン、ドーパミンが分泌されます。だから緊張が和らいで、パフォーマンスが上がる、適度な緊張感を保てるっていうわけです。ここまでをまとめると、不安だなとか嫌だなは最悪の言葉です。逃げ腰だとコルチゾールが出ちゃいますからね。 で、次にいけないのが、落ち着けとかリラックスですね。努力逆転の法則で、ますます緊張します。で、緊張を和らげる魔法のフレーズは、ワクワクするとか、興奮してきた。他にもね、テンションが上がってきたとか、燃えてきたぜとかね、チャレンジングな言葉なら何でもいいと思います。これね、実際にやってみると面白いですよ。言葉を変えるだけで、気分も身体症状もだんだん変わってきますからね。 というわけでね、ここからはおまけで、緊張を抑える3つの行動ですが、3つともすっごく簡単ですのでね、ぜひ覚えておいてくださいね。で、まず一つ目は、水を飲む。グビグビっとね、水を飲むと、かなりリラックスできるんです。あの、みちみち飲むんじゃなくて、グビグビってね。これどういうことかっていうと、胃血腸反射っていうんですけど、胃に物が入ると腸が動くんです。勝手にね。で、腸が動くと、人はリラックスモードになる。 うん、あのご飯を食べた後に気持ちがまったりしてきたり眠くなったりしますよね。あれと同じです。水を飲んでいい血調反射を起こせばそれだけでリラックスして緊張感が和らぐっていうことですね。ただね、胃に物を入れるとは言ってもね、コーヒーはやめた方がいいです。コーヒーは。コーヒーは興奮作用がありますからね、余計に緊張するんです。あとエナジードリンクとかもダメですね。どうしても味のあるものが飲みたいのなら、おすすめはカモミールティー。 カモミルティーはね、不安を抑える効果もありますからね、一石二鳥です。で、続いて二つ目は、笑顔を作る。人って緊張すると、表情が真顔になるんです。真顔。顔の筋肉がカッチカチに硬直した状態ですね。で、顔の筋肉がカチカチだと、脳みそは、あ、外は非常事態だってね、勘違いするんです。そして、すぐに逃げ出せるようにコルチゾールを分泌してしまって、ますます緊張してしまうという悪循環に陥るんですね。 そんな時は、ちょっと語音でもいいからね、笑顔を作る。できれば1分以上。するとね、脳みそは、あ、もう外は安全だと思って、癒しや喜びのホルモン、セロトニンやドーパミンを分泌してくれるんですね。で、緊張が和らぐっていうわけです。笑顔を作るだけだから簡単ですよね。で、最後の3つ目はリズム運動。リズム運動をすると、癒しのホルモン、セロトニンが分泌されて、リラックスできます。 リズム運動とは言ってもね、ダンスを踊ったりとか、ジョギングとかではなくて、例えば、ガムを噛むとかね、音楽のリズムに乗る。あの、オリンピックの選手が試合前に音楽を聴きながら、口ずさんだりしてますよね。あれです。あとは、ゆっくり深呼吸。お腹の筋肉が動きますからね。ゆっくりと深呼吸するだけでも、リズム運動になるんです。あとは、ぴょんぴょんジャンプするとか、スクワットでも OK です。あと、あの、スキップなんかいいですね。最高にいいですね。うん。というわけで、今回のまとめです。 絶対に口にしてはいけないフレーズは不安だな嫌だなっていう言葉。逃げ腰だとコルチゾールが出ちゃいますからね。で、次にダメなのが落ち着けとかリラックスリラックスっていう言葉です。で、そして緊張を抑える魔法のフレーズはワクワクするとか興奮してきたとかね。そういうチャレンジングな言葉。あとおまけで水を飲む、笑顔を作る、リズム運動。この3つが速攻性のある緊張を和らげる行動でした。たくさんの方法を見てきましたけどね。実はこれまとめて一遍にできるんです。 例えば、音楽を口ずさみながら、笑顔で水を飲んで、ワクワクしてきた、テンション上がってきた、とかね。簡単ですよね。うん。あの、ちょっと話は変わりますけど、激しく緊張するっていうのはね、それが人生の大切な局面である証拠なんですね。どうでもいいことでは緊張しませんからね。人生の大切な局面で緊張してしまって、自分の力を発揮できないっていうのはね、本当に悔しいですよね。自信も失ってしまいますからね。 そんなことにならないためにも、ぜひ今回ご紹介した方法を使って、100の緊張をね、70ぐらいの緊張に変えていってくださいね。そうすれば最高のパフォーマンスを発揮できるはずです。そしてね、そんな経験を積み重ねることで、きっと今よりもね、もっと積極的でね、もっと頼もしい自分になれると思いますよ。というわけで今回はここまでです。チャンネル登録ボタンをポチッと押していただけると、ラッキーのパフォーマンスも10%以上アップします。最後までご視聴いただきありがとうございました。